よいしょ、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 ということでね。土曜日。はい。シュプリームの日だよー。この購入実況もですね、もう3年ぐらいやってますけどもね。皆さんもう土曜日イコールシュプリームっていう、土曜日ってこう聞いたら、まずシュプリームがこう脳みその一番前列に並んでいるという。そんな状態になってきたんではないでしょうか。はい。はということでね、シュプリーム 2024FW ウィーク、24FW ウィーク5 でございます。はい。今週はですね、先週リークされたようにシュプリームジョーダンコラボが発売する予定だったんですが、延期になってしまいました。はい。もう完全に今週はジョーダンコラボだっつってね、土曜日はちょっと、完全にシュプ並ぶぞってね、予定組んでた人もね、少なくないと思います。噂では、スニーカーは販売予定ではなかったが、実はスニーカーが、実は作られて、それに間に合わせるためですとか、わかんないですけど、なんなら、今期出るかもちょっとわかんないんですけども、とにかく延期なんで、レギュラーウィークポン。はい、こんな感じでございます。なーぎ。はい、特別何かこれだっていうね、感じのはね、今日はね、まあないですかね、レギュラーの中でもね。ただ発売する量は多いんでね、皆さん、これ買いたかったんだみたいな、今期これを狙おうと思ってたんだなんてアイテムがね、今日出る人はね、だいぶ狙いやすくなってるんじゃないでしょうか。はい。中でも、注目っていうとこれですかね、フロックのデニムトラッカージャケット&ウルーズウィートジーンズとか、キャンプキャップとかね、この同じ柄のやつが出るんですけども、はい。シュプリームの S とかね、ボックスロゴみたいなのの、このなんかちょっと、モノグラムパターンでね、こうバーってなってるね。さながらビトンのような、モノグラムでザラッとなっているね、デニムのセットアップでますね。これセットアップできたらかっこいいですよ。ルックでもそんな写真出てましたけど、はい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 、はい。やっぱね、黄色がね、このマスタードじゃないけど、こうギャンとこうね、派手だけどデニムなんでちょっと渋めな感じでね、これ多分実物かなりいいと思うんですよね。写真からはね、ちょっと派手なんじゃないかどうなんだと思うんですけど、これ多分実物ね、いいと思うんですよ。まあ合わせやすいのは茶色らへんなんですけど、せっかく買うなら黄色とか青とかね、尖りたくなるような、ちょっとこう、コーデ欲をこちょこちょっとさせるようなアイテムですね。これ狙う人多いんじゃないですか、今日ね。あとは、寝るシャツが出ますね。立ち上げだと、おじさんも買ったオックスフォード寝るシャツが出てたんですけど、通常、プラットフラン寝るシャツが出ます。まあまあ、定番のチェックでね、可愛いじゃないですか、これね。いいですよ、どの。で、ポケットにロゴの刺繍が入ってっていう感じですね。もうそろそろちょっとね、残暑が収まったら秋でね、さらっと涼しい季節も、食欲、芸術、いろいろありますが、やっぱね、ファッションの秋でもありますよ。やっぱこうちょっと、コーディネートがね、こう楽しくなる。やっぱ夏暑くてね、半袖短パンになっちゃう、どうしてもね。男の夏ファッションは全然面白くないですよ。やっぱ暑がりにはね。シュプリームあんま買ったことないよって人、寝るシャツなんかもね、行ってみてもいいと思います。はい。ジップアップポロセーター。メリノウールの襟付きイーセーターでございます。これ良くない？これはどう良くない ?29,700円。3万ラインいっちゃったね。可愛いっすね、これね。おじさん的にはオレンジがいいかなと思うんですけど、どうですか、これ。売り切れじゃないですか。これ使いやすいしね。いいですよ。シュプっぽくないしね。これまたね。いいと思うよ。あとは、ラグラン LS トップもね、これもいいっすね。ユニフォームっぽい、こう、デザインのですね。背中に、背番号8って何の8っていうあたりなんですけども、色がいいっすね。袖にリブもついてるっていう感じでね。
黒、白、赤で展開されますけど、いや、どれもいいじゃないですか、これ。ロンティなんでね、2万だからちょっとグッとはなるんですけどね。でもまあいいと思います。はい。ちょっとオーバーサイズ目で着たりとか。あとこれなんだ、これ。クライベビーペダルっていうね、ワウペダル。で、まあエフェクターっすね。ギターにつないで音をギーンとか、ギーンとか変えて、こもらせたりして、なんか変えるやつっすね。いや、バンドマンの方はこれ買っちゃうんじゃない？おじさんもね、バンドマンだったら買ってたよ、これ絶対に。ただ5万3000円でね。絶対普通のエフェクターよりバカ高くなってるんですけど。ボックスロゴのね、この、がついてね、ちょっと赤いラメっぽいね、ボディでクソかっこいいっすね、これね。いいと思うよ。はーい。なんてのが出る、本日ウィーク5、だいぶなーぎですね。みんなどんなん買うんかな。ほんとね、ちょっと、アイテムどんな風に完売していくのかが、ちょっと、楽しみなね、感じだ。おじさんもね、ゆっくり見ようと思います。さあ、何買うのって？そんな中、おじさん、何買うのって？今日おじさん、さすがに何も買わないんじゃないか、何にも買わないんじゃないかと、思ったそこのあなた！買うよ。買う。買うよ。買うに決まってんだろ？ちょっとここ2週ぐらいね、ちょっと買いすぎちゃってるんで、今日はね、今日はこれだけ行かせて。はい。レインボールーズゲージ B2 のレインボー。はい。マルチカラーのこのルーズゲージ B2 行こうと思います。これ可愛いっしょ。ね。これ、おじさん売り切れちゃうと思うよ。これ。うん。これの一番カラフルなやつください。本日おじさんはこれをちょっと、ぴょんとね、買おうと思います。はい。やっぱね、寒くなってきたらね、B2 やっぱいっぱい被りたいね。この、かなりね、いいと思います。こう、下は、なんかこう、シンプルにして、頭の B2 これガツンとか。やっぱおじさん、年取ったらマーク・ゴンザレスみたいになりたいですから、マーク・ゴンザレスみたいな、ファッションで、年取っていきたいですから、どんどんね。やっぱこういう、色とりどりなもんは、こう、負けじとめげじと買っていこうと思うので、はい！ということで行きましょう。10時50分までー。ジャンププププ。10時50分現地のシゲル君、原始機によるとね、200人もいなそうですね、今日はね。だいぶゆっくり。まあでもそれでもそんだけいるんだっていう感じはするんですけど、9人ちょいぐらいっぽいっすね。いや、冗談コラボ出てくるとね、思った人多いんじゃないでしょうか。はい、では10時59分僕がスタート。はい、来た。ハットで待ちますね。B2 でもあれ舐めてたらね、すぐなくなると思うよ。はい。ということで。全く今日どんな感じで流れていくのかわからない。いや、このでも、UI さ、もっと戻してほしいな、やっぱり。でかく表示すんの。前はね、左にこう、ちっちゃくね、サムネがババって出てね、一目瞭然だったんですよ。欲しいやつがどこにあるか。でも今はもうこうスクロールして探さないといけなくなったから、ちょっと手動が不利なんですよね、今ね。シュプちゃん聞いてる？直してくれ、本当に。まあ海外と共通のね、レイアウトになるんでね。なんかむずいとは思うんすけど、またなんかどっかで更新してほしいな、この、インターフェースを。はーい、というで来ますよ、来ますよ。はい、11時さあ、どうだ。こう、来た、更新された。よし、はい、これ。サイズがないから楽ちんちゃん。カートイン。ロボット。バイクはポンポンポン。人間は選ばない。階段どこまでが階段どこまでが階段これだ。よし。何してて、なんだった今。チェックが外れてるぞ。もうこれ不確かだろ、このシステム。なんだ今、びっくりした。なんだよ、売り切れたんだと思った。なんだよ。何してん、なんだよ、今の。見たことない手順を踏ませるんじゃないよ。来たよ。はい。ああ、すぐだ。ポチ購入。行っちゃって。さすね。
さすがにね、ガーサスね。さすがにねですよ。はい。もっと痺れたいよまあまあまあ、今週はまあいいでしょう。まあそりゃあでしょう、ね。やっぱこう、オンラインに接続してる人数もね、多分少なかった。だってぐるぐるの待ち時間がだいぶね、短かったですからね。はい。今日もさっくりです。もう見てこ。うん。どうかな。ほ、なくなってる！ほらね！ほーらー！バカ早いっしょ、これ。結構、変えなかった人いたかな、もしかして。早かった。おぉ。じゃ、変えた！あーよーし！ちょっと痺れてきた。ちょっと痺れた。いいですね。カチッということで、ね、もう見てこうね。はい。ファ、あ、売り切れたよ！フェイクファー。あ、こっちなんだ。オリーブだ。オリーブが早い。黒はある。そうですか。いいっすね。もうメタルチップみたいなのがね、こうなんか、首に、あんのがいいっすよね、これね。うん。かっこいい。ちょっと鼻出るな。やばい。風邪いたか。待って。お！フロックとデニムトラカジャケットもなくなってる。あ、そう。青だ。青が一番人気？わ、おじさん、青が一番不人気かと思ってた。マジか。あ、でも黄色もない。あ、あれでも全部一緒か。青はね、残ってくんじゃないかなと思ったんですよ、なんとなくね。茶色が一番人気なのかな、まあ、わかんない。順番どうなんだろうね。あ、なくなってた。まあでも海外でもこれは結構早かったから、そうか、そりゃそうか。はい。スペルアウトエンプライデッドトラックジャケット。はい。まあ、これも、シュプリームのね、シュプリームっていう肩にバシンと入ってるだけの、トラック系なんですけど。まあでも可愛いっすね。このグリーンもいいじゃん。ダークグリーンか、これ。結構がっつりグリーンじゃない、これ。うん。これいいっすね、グレー。グレーかっこいいっすね。堀米くんが着てそう。このアイテム、堀米くんが着てそう。はい。トラックジャケットね、よくなんか着てるイメージがある。寝るシャツはどうだ？あ、可愛いっすね、これね。パープル、いいじゃん。パープルいいっすね。ラインも黄色で。かわいいな、パープル。うん。あ、これもいい。タンもいいね、タンも。黒、シンプルブラックもいいしね。これ、ブルー。うん。今期の、この、今週の寝るシャツいいっすよ、今週の寝るシャツ。うん、そんななくなっててないみたいな。2万3000円と。おー、高なりましたね。2万円を超えてくる。はい。嫌になっちゃうよ。はい。まあ、こんなんが出たりね。こんなフーディーは、まあ、特にいいやって感じですね。はい。ディビジョンフーデットシャツ。これもかっこいいですね。あ、売り切れてる。茶色が。他での色は。あ、売り切れた。黒はまだ。そう、これかっこいいっすもんね。これね。うん。ディビジョンワンちゃん。なんか、あれかな。なんかサンプリングしてんかな。うん。これはいいと思いますね。うん、シュプリームもなんか小文字なのもいいですね。はい、これはセーターはこれなくなるし、あら、あ、本当にこれめっちゃ人気だと思ったけど、もう黒をね、よく見たらこれラインピンクなんだ、白かと思ってた。え、いいな、黒じゃあ。ピンクだ。かわいいな、これ。うわ、欲しい。まあ、今季、ちょっとどっかで買えたら。お前、そう言っていつも買ってねえじゃねえかよ、ってか冗談じゃないよ。はい。ラグランどうですか？あ、なくなった。なくなるでしょうね、これは。でもね。はい。黒。全部いいっすよね、これね。うん。ピンクもいいじゃんね。ブルー、ネイビーか。これネイビー扱い、うん。これが一番人気なんかな？なくなりましたね。やっぱ、なんだかんだですよ。今週も。エセストップはどうですか？これ、赤タグティー。あ、まあ、あるか。これはあるか。これはあるか。パンツ系。あ、これのパンツはセットアップで。あー、ないですね。
リッチにセットアップで買ったって人はどんくらいいんだろうな。うん、そうそうそう、こういう感じでね、モノグラムで S と、ね、ちょっとだから、シュプビトンのパロディした時のね、アイテムを彷彿させるね、モノグラムですよね。このなんかチップみたいな感じでいっぱい、うん、じゃん。あとはパンツはまあ、はいはい、 S ロゴニューエラが出てたと、うん、S ロゴニューエラってどうなんだろう。ボックスロゴニューエラと比べてそんなにいけないかな。サイドになんか釘の刺さった野球ボールの刺繍、なんか可愛いですね。でも刺繍入ったらニューエラいいっすよね、サイドにね。うん、サイドとかちょっとどっかに、キャンプキャップどうですか。あー、この色、黄色なくなった、茶色なくなった、ブルーも、あ、なくなったよね。もう全身これで買ってった、もしや、もしや、もしや。いいじゃないですかね。あ、これも可愛いんですけど、黄色がない。ブルーはある。はい。あ、なくなった。うわ、赤。カーディナルか。もうない。うわ、黒と迷彩。あ、なくなった。黒もなくなるぞ、これ。これね、確かに。これいいっすよね、これね。わかるわかる。うん。ゴールとか。これ、可愛いっすよね。ボックスロゴっぽくこのフォントもよく見たら、フツラじゃないのか。違うのかな。うん。人気だったのか。で、ルーズゲージ B に。はい。このオリーブだけね。オリーブなんこれ。マルチカラーじゃないのこれ。どう見ても。なくなりましたね。うん。これはいいですよ。楽しみですね。はい、冬に大活躍しそうですね。はい、と残ってます。売り切れてた、ごめんなさい。売り切れたか。あー、ライブで見せびらかしたいバンドマンが買ってったね。うん、多分小規模なライブハウスでやってるバンドマンの人いいですよね。うん、東京なんかでかいとこでやると見せびらかせないじゃん。だってやっぱちっちゃいから。最前の方に足元見えるぐらいの、ちっちゃい箱でやるときはいいですよね。見せびらかせる。あ、あーってなって。あー、あー、あーってなって。うん。いや、曲聴いてなんてね。ことも起きえますからね。いいですね。はい。人気がね、上がってきてるって、じわりね、人気が上がってきてるってので、あるんすよ、今、本当に。ストリートファッション以外の服好きの方にもちょっとこう取り入れるっていうのでね、今だからちょっといい流行り方してるんですよね。前みたいに渋谷行って右を見ても左を見てもボックスロゴ全員着てるみたいな、あんななんかユニクロみたいな、あの流行りすぎてる感じじゃない、うん、ホストがみんな着ちゃってんじゃんみたいな、うん、あのブームじゃなくて、今ちょっとこう本当におしゃれな人がね、なんか取り入れてるいい感じになってる。そうそうそう。ただ YouTube で結構ね、シュプリームついにおじさんブランドかかってね、見るんですけどね。んなことねえぜ。おじさんつってもそこまでそんなもうおじさんだけが着てるブランドになっちゃってるっていう感じはね、ないんですよね。普通に街出たら、あ、若い子めっちゃシュプ着てるんで、若い子とかね、おじさんたちも負けじと着ちゃうんだから、な。はい、ということで、ナギウィークいかがだったでしょうか。ということで皆さん、来週はなんかデカコラボ来そうっすね。楽しみということで、しぼりでした。あ、でしたなんです。触らないでもらっていいですか。